ラジオ爆類機械室始まりました。 THK ラジオ爆類機械室第277回。おいセミセミのモノマネそこやめなさい。ハトもやめなさい。さあ、おっと、なんか、おー、切れたぞ。はい、気のせい、大丈夫ですか。いたわ。はい、はい、というわけで、277回の控室やっていきたいと思います。はい、ここからのお相手は THK ラジオ学類長の吉川と、THK3 年今回パーソナリティを務めました総野光と、同じくパーソナリティを務めました THK2 年の浅海直樹と、THK2 年構成を務めました吉田と、THK3 年技術を務めました秋山と、THK1 年の AD ですね。 AD でね、はい、AD を務めました渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、渡辺くん AD デビューです。1年生です。 AD デビュー。というわけで、はい、いや暑いですね。お疲れ様でした。暑いです。めちゃくちゃ暑いですね。もうこの控室、もう、ま、窓を開け放ってね、セミの声がね、いらねえんだよ。人のセミはいらねえんだよ。入ってきておりますが、まあ、そもそもこの狭さの部屋に6人いますからね。ねえ、人口密度高い割にクーラーないし、収録中は扇風機消すしでね、窓も閉じるで、もう蒸し風呂ですけれども、はい、やっていきたいと思います。はい、で、前半があいうえお話でございました。無理ですテーマ夏。あいうえお話無理です。あいうえお話難しいっすよ。やっぱ1単語目で絶対外れていくっていうね。もう最初よくいいんだけどね。ね、真水のかき氷いいじゃんってなって、ね、いいのか、うん、いいじゃん。夏正直真水のかき氷って言いながら、真水のかき氷ってなんだっけみたいな。なんかでもあるよね、あの多分ありますよ、すげえこだわった。そう、うん、聞いたことある。多分高めのうん、かき氷は、うんうんうん、そういうものを使っているはずなんですけど、普通のかき氷食べたいな、ね、50円なかなかシロップぶっかけただけのかき氷とか今すぐ食べたい。自分のうちにあれないと作れんしな、ね、かき氷機意外と持ってなかったりしますよね。かき氷機、それになんかつくばで一人暮らしをしてる人なんてなおさら持ってなさそう。持ってないよね。シロップでも全部同じ味なんでしょ。そうなんですか。イチゴとメロンが同じっていうのは聞いたことある。あのね、なんかこの前聞いたんだけど、全部同じらしい味。そうなんだ。色だけなの。そう、香料が違う。あ、匂いか。違う。それだけだ。いや、もう重要。もうそれだけで騙されるんだ、うん、人間。ね、でもイチゴとメロンってさ、匂いも同じなんじゃなかったっけ？あれ？色だけが違うって聞いたことある。わかんない。まあでも視覚だけでもう変わっちゃうのかね。かな、認識が。どうなんだろう、結構単純だね。単純じゃないか。人間単純コーラも一緒なんですか、ね、コーラは違いますよね。シロップとして売られてるものが全部一緒みたいな。いわゆるなんか、とりあえずでも普通のシロップに関しては味は全部一緒。これも味は違う。昔ブルーハワイ好きだったんですけど、なんか確かに途中からブルーハワイって何の味だろうと思って、そこら辺に気づいたんですよね。かき氷の味って全部割と似てるのでは説みたいな。気づいてしまった。気づいてしまった、まあ、何も知らなかったんですけど、知識として。もう君は知りすぎてしまった。殺される。なんか製氷所に連れて行かれて。だってブルーハワイってなんすか。確かにね。ブルーなハワイ、ブルーなハワイ、いちご、メロン、レモン、ブルーハワイ、ブルーハワイ。最近の祭り動画並みにお前は多分バンされてる。、ね、最近ちょっといろいろあったけどね、祭り動画。祭りくじ全部引くか。はい、いや足りなくなったら足すだけやから。あれ本当に危なそう。まあそんな感じでしたけど、はいはいはい、でもあれっすよね、やっぱ単語もむずいのを引くと、うん、まあ、ね、ああって感じ。濁点とかね、今回なかったけど、こうプとかそういうのが出てきたらもう難しいっすね。プやばいね。プは全然そんなプから始まる。完全にもうね、著作権に引っかかるものしか思いつかない。俺もそれしか思いつかなかったっすね。2つ思いついたんだけど、プーって伸ばしてるだけでもう半分著作権に引っかかりますね。プーの後プーこう作業に行くのか他業に行くのかで、たえっプータプーチ、プーチ、あーここカットです、ここカットです、言ってないですか、ね、カットです。まだ難しいのロシアが来ると危ないけど、逆にあとかね、とかだと結構簡単部で逃げられやすい、ね、あーからどこにも行けるんで、 あれ結構けとか無理じゃないですか。けーみたいな、いないな、けーで始まるみたいな、けみたいな、それをね、け
多分その簡単部で逃げるといえばさ、あの企画の最初のさあいうえおあるじゃん、 あれも全部割と簡単部で逃げてない、あのさ、いやうんともうお手本がダメ、お手本がダメ、もうダメじゃん企画作成者があこれが正解やれって、うん、こういう逃げ方あり、あ道しるべをね教えてくれてるんだと思います。言って10秒であいうえお作文作んないといけないからね。そうなんだよね。それぐらいの逃げ方しか、ね、厳しいな。まあ、でも聞いてる側からすればはちゃめちゃな文章の方がいいんでしょうね。何言ってんのこいつらってなる。まあでもこれぜひあの THK の人はね一回やってみてください。そうね、やればこう苦しみというか我々が言ってることがやっと理解できる。分かると思うよ。多分一番何言ってるか分かんないけどやったら、あなるほどって分かる企画だと思うんで。僕は無理。意外に難しい、厳しい、むずい、むずい、結構難しいんで、と初めて実験でやった俺が語ってます会話にするのもなかなか、はい、うん、まあそんなんだ、はい、でしたのかな、はい、はい、で後半がこの歌何の歌、何の歌、うん、テーマ8月5日、全然意味わかんなかったもん、全然意味わかんなかったですね発売日とかこっちの技術人で調べててね8月5日、うん、何の日から出るんじゃないかなと思って、あ、うん、やっぱいっぱいあるんですか、1日で8月5日だけで結構あった、だから、あ、やっぱ箱の日、ね、タクシーの日、裏小屋の日、裏小屋本当に下せないから全然、なんか裏小屋はずるい、ちょうど小屋の日はあるんだって5月8日、それはまあ理解はできる、そうなんだ、でなんかその頃からこの8月5日にかけて、うん、ゴーヤが育って旬になるかららしい、へ、理由付けとしてはどっちが先なんですか ね5月8日の逆だから裏小屋にしてそれまでに収穫しちゃおうなのか、あ収穫の時期が実は8月5ぐらいでちゃんと本当に終わるのかみたいな、まあ、たまたまあったからつけといたんじゃないですか、でしょうね無駄にやっぱつけたがりますよね、うん、記念日みたいな、うんうんうん、なんか馬先の、うん、まあ、某塾のエレベーター、はいうん、まあ多分最近のエレベーター系多いと思うんですけど、その階の表示の合間、登ってる途中に今日は何の日っていうのが出てくる機能があって、あのバイトに行くたびに学習していくんですけど、やっぱ何でもありますね。語呂とか、まあ、初めてやったとか、何でも記念にしちゃうんだなと思って。365日あるんじゃないかな。あれね、実家の車のカーナビもね。最初にエンジンつけた時にポンって今日は8月5日まるまるの日ですみたいな言ってくれる、いらない、そうそうそう、言ってくれるんだよ、カーをナビしろ、全然わけわかんない時ある最初誰がこの機能つけようと思ったんだ今日は何の日を教える機能、そうだつけようつ、ね、これは売れるぞ教養にもならないんだよな、うん、まあまあまあ、でもこれ面白いですね、俺初めてやったんでこの企画、ああ、うん、面白いよ、面白いけど全然わかんないよこの知ってる曲が来ないとね、1曲目がまあその箱の日っていうことで、うん、東京事変さんの、そうだね、金魚の、なんだ、金魚の箱、金魚の箱ですみたいなやつ、そうですね、はい、2人とも不正解、無理ですてか今日は全部不正解2人ないか、今日全部ダメでしたで、なかなかマイナーなとこから来てるからね、なんか面白い曲とか ね、うん、そうだね、てかまああれですよね、その8月5日にゆえんのあるものから持ってきてるから、そもそも多分選択肢がマイナーな曲になりがち、うん、いやまあタクシーは有名ですけど、タクシー有名だね、ミスタータクシーは有名だでもこの部分知らなかった、ね、別にサビじゃないみたいな、そうサビじゃないとこは難しいこれね4文字だけだったら絶対タクシー入れてたね、タクシー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 チャンプルよく見つけてきたよ ねカレッジガレッジセールガレッジセール芸人のだから曲になるんですかね、昔流行りませんでしたゴーヤの曲、全然流行ってなかったっすね、それだからあれじゃない、九州地方だけなんじゃないの、ゴーヤチャンプルを、なんか子供の頃毎週聞いてたような気がしてて、ないっすね、なんか NHK かなんかで流れてましたよ、ほんまか、いやちょっと渡辺くんも首振ってるけど、渡辺くん出身どこだったりする、神奈川ですよ、あ全然変わんじゃない、絶対ありえないななんで聞いたんだよ、いやいやちょっと聞いたんだよ、ちょっと首打ってたからなんか関西の方なのかなと思っちゃって、関西っていうかあっちの、そうね、南の方かなと思って、ゴーヤマン、そんなにマイナーでした、そもそも芸能人が歌ってる曲の時点で絶対そんな超有名曲ではないまあ、そうだね、うん、それはそう、佐賀とか朝の連ドラに出てたらしいですよ、ゴーヤマン、マジで？連ドラ？NHK の？はい、じゃあそこそこ有名になってた、朝ドラ？12年前の朝ドラ、12年前12年前なんていうドラマ、
チュラさんっていう。あーチュラさん全然わかんない。名前は聞いたことあるかもしれない。そもそも あの NHK の朝ドラがこう盛り上がりだしたのってもうちょい最近からだから、ね、12年前とかそんなに目立ってない気がするな。わかんねえな。これでもあれですよね、普段のこの歌何の歌はもうちょいまあレンジが広い、割と結構それこそ夏とかですよね。有名な曲から選んできてる感じあるけど、まあたまにはこういう面白い曲も、ね、こういう時にだからこういう時にギャグれないのがちょっとこういう時にちょっと当てに行こうとしたのかちょっとギャグろうとしたのか分からなくて中途半端な回答をするのがもう最悪、我々のセンス、最悪悪、我々のセンスがダメだった。素質も来るとね、初戦日本7文字とか全然思いつかない。オリンピックって来たら聞きたこれと思ったもん。全然違かった。確かにソウル、ニューヨーク、絶対なんかどっかの年の、うん、あのオリンピックテーマ曲だと思ったんですよ俺これ、うん、かなんかその、まあ、オリンピックを応援するチャンネルのテーマ曲みたいな、うん、あ全然違かった。2020年迫ってきてますしね。タクシーだった。何のことはない。ソウワールとか言っとけいいんだ。ソウワール全然わからなかった。はい、はい、そんな感じの曲でした ね、 したね今回は。で、次回のリレートークが、はい、好きな乗り物、なんか乗り物がいっぱい出てきたから乗り物にしたみたいな。乗り物ね、飲み物に聞こえてごめんなさい、乗り物ですね。乗り物なんかありますか。ノックさんあります。ノックさんね、バスかな。バス、それはカンテスバスを知ってなおバスですか。昔結構、東京の時に住んでた時に結構バスが好きで、路線バスがで、まあ、地元のやつも結構好きだったんでそこから割とバス好きなんですけど、筑波大のバスね、筑波大走ってるバスすごい遅れるよね。あれはダメだ。まあでもバスは好きですね。はい、はい、他の皆さんありますか。俺はカンテスに知り合う前はバス好きだったんですよね。なんかゆったり行く感じとか、ね、あの振動は結構好きで、あ、わかる、バスの振動、うんうんうん、なんか結構あれ疲れてバス乗って寝落ちするみたいな、うんうん、なんか電車にも通ずるところがあって好きだったんですけど、ちょっともう今はうーんって感じで、うん、あれっすね、なんだかんだ自転車って便利だなって。お、自転車ね。やっぱ車持ちじゃないのもありますけど、かゆいところに手が届くというか、そうだね、こう人間頑張ればどこにでも行けるんだなという可能性を自転車は提示してくれる。なるほど。特に筑波だとなおさら、ね、ないと生きていけないから、ね、愛着は湧きましたね、マシンに、うん、それはあると思いますね。大事。お前らバス派か。俺は電車だよ。電車、あ、電車ですか。東京の電車、東京の電車、頻繁にちゃんと来るやつ。うん、てか電光掲示板があるのがね、俺は。ああ。そう、この前社内のあれ、社内のモニター。社内のモニターが。そっちか。ああ。新しいやつですね、結構。そうそうそう、はいはい、あれがあるのがちょっとか、なんだろう、俺の中では画期的で。この前愛知に帰ったんだよね、実家に、うん、たまたまちょっと用事があって、うん、でその時にないんだよ。うん。次どこだと思って。ああ。そうね、見に行かないといけないね、あの、うん、路線図みたいなやつね。でしかも路線図も電光掲示板じゃないから、どこにあんのみたいなとこから、あ、今どこみたいな。あれだから寝落ちると最悪ですよね。最悪、そう、そうそう、今どこっていうのがつくまで分からない。そう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 。だからね、やっぱすげえなと思う、東京ってすげえなと思った。まあ、あのモニターは画期的でしたよね。まあ、つくばエクスプレスもすごいけどね、それ、うんうん、確かに一応出てるからね。はいはい、電車ですか。ある、あ、私は飛行機ですね。ほう、飛行機好きなんだ。飛び立つ瞬間楽しくないですか。わー、リー君のところグワッと、グワッと人を選ぶけどね、あれね。嫌い、苦手な人は本当に嫌な人いる。耳が痛くなる人とか、あ、うん、結構慣れが必要で、乗ったことない人がいるしね、人生でまだ。20年生きて乗ったことないですとかいう人全然いると思うから、結構分かれそう。渡辺君ある。あ、僕も結構飛行機が好きで。あ、好きなんだ飛行機。小学校の頃からずっと夏休みになるたんびに、あの秋田にいるじいちゃん家の、あ、帰省でね、1回往復するから毎年2回乗るってことでも結構な回数乗ってるんですよ。そうだね、毎年のイベントある、飛行機慣れると結構楽しい、うんうんうん、なんか飛び立つ時になんか無理やり飛んでる感と着地の時になんかガーってあーゴゴゴゴゴゴ、力技感あるよね。うん、分かるな。しますって、うん、うーっていうのと、すげえ分かんない、ズゴゴゴゴゴ、なんか上手い人と下手い人がいますよね。あ、分かる分かる。シューっ
着するんですけど、下手人なんかヒューゴーン、ゴーン、いきなり違いがあるんだね。あれ結構わかります。揺れますのでって着地の寸前に言われる。上で揺れてろよみたいな。上で揺れたらもっと怖いですよ。ダーさん、あー俺何かな、結構言われたな。まあ車好きだけどね、普通に運転する自家用車して、けどつまんないし。え今つまんないしってことは次出すのは面白いね。俺じゃああれにしとくわ、戦艦系。あ船。え何この空気。じゃあそろそろね、そろそろね、次週の次週のね話。俺見に行ったんですよ戦艦を。諦めないここ、さすが学力賞だ。ダメ。いや普通に戦艦見に行って、はい、なんていうの、全然ハンフレとかじゃなくて、はい、ハンフレとかの映画じゃなくて、普通に、はい、戦艦 の、 あのデザインというか、はい、あ、はいはいはい、とりあえずあの大砲の船に乗っけちゃえみたいな、うん、頭の悪い、かっこいいですよね、発想が好き、うん、やっぱ男の子だもん。なんで一瞬ちょっとときめいたの。だって男はいらなかった。だって男の子だもん。からやっぱ戦闘機系とかも、戦闘機系とかは戦闘機系好きな人多いですよね。やっぱ好きな乗り物なのか分かんないけど、まあ一応乗ってるから乗り物じゃないですか。乗客ではないけど。まあそうだね、はい、まあ、カンコレとかあるぐらいだしね。まあ、言っちゃったよ。俺の努力。ゴリン君ぼかした努力。まあまあまあ。そんな、まあ、ないやな、レアな大型には乗りたいですよね。はい、うんうんうん、まあいろんな乗り物がありますので、はい、皆さんつぶやいてみてください。というわけでここまでのお相手は THK3 年吉川と、 THK3 年層のこと、 THK2 年浅海直樹と、 THK2 年吉田と、 THK3 年秋山と、 THK1 年の渡辺ででした。でした。しょうがないな、しょうがないな。うん、初めてだもんね。はい。というわけで、さよなら。さよなら。